こんにちは、滝廉太郎役の谷崎健太郎です。はい、ということで、今回谷崎健太郎、滝廉太郎を演じます。とても緊張しております。なぜなら音楽家という役で、僕はどちらかというと音楽には疎い方なのでとても不安ですが、一生懸命、頑張りたいと思います。作品としては、歌うシーンがあったり、ちょっと笑えるシーンがあったり、とても僕も台本を読ませてもらったんですが、とても面白い作品だなと思いました。そして作品の中で僕が、滝廉太郎がどういうふうに生きていくかっていうのを皆さんにお届けできればいいなと思います。よろしくお願いします。そうですね、皆さんの印象は、今日初めて会った方もいらっしゃるんですが、おっとりしている感じがとても、雰囲気としてあったので、皆さんどちらかというとゆっくりな方なのかなって思ったのと、いやもしくは今日めちゃめちゃ朝早かったんで、朝早いからこういう感じなのかなっていうふうには思いました。自分もどちらかというとゆっくりしている人間なので、この中に自然と溶け込めるんじゃないかなと思います。今回6人という、出演者ということでちょっと少ないですけども、この6人で、この時代を生きた人間たちの生き様を精一杯表現していきたいと思います。ぜひ劇場まで足を運んでみてください。お願いします。